まあ、非常にいい雰囲気を作っていただいて、両サポーターに、当然あの福岡のサポーターあのゴール裏を埋め尽くしてくれて相当の力をいただきまして、まあ、あのゲームで負けるわけにはいかない。でまして その応援を背に戦った中で背にした形でゴールを取れた。それも良かったと思います。あの応援しているところに決めたというよりは背にして向かっていってゴールをというところで、あの1対0で勝ったので、まあ、もう1点2点取れたらもっと良かったんですけれども、でもゲームそのものはあの拮抗したゲームだったので、そんなに両手放しに喜べる内容ではなかったです。ただ、一番良かった、のはその結果が出て、この1試合で取れる最大の勝ち点3を取れたというのはもう本当に良かったし、随所に今年やりたいプレーっていうのは出てたので、皆さんの目にも留まったと思います。まあ、そういうところが、あの、1試合目としては、試合にも勝てたし、やりたいこと、今年表現したいことっていうことがいくつも出せたので、つまりは皆さんに少し伝わったんじゃないかなっていうところで良かったと思います。まあまあ、時間帯であったり、ゲームの進め方であったり、いろんなその中の、試合のピッチの中で起こりうること、こういう時はこうだよ、ああだよっていうことをベテランの選手は知ってる経験があるから、じゃあ若い選手は知らないっていうのではなくて、チームとして、そのゲームをどういうふうにあの作っていこうか、終わらせようか、始めようか、まあそのハーフタイムの入り、ハーフタイムから後半の入りにどうやって持っていこうかとか、まあそういうことも含めて、まあ一言であの単語を作って構成力っていうふうにしてるんですけれども、まあいろんな多岐にわたります。その構成力をチームとして、まあ、上げるというか、全員が同じことを考えられるように、絵描けるようにできたら一番いいし、気づいてなかったら気づいてる人が選手に、その選手に伝える。まあ、そういうことで、あのチームとしてはいい方向に向くというふうに思っているので、まあ、そういう狙いがあります。まあ、6月からチームトレーニングをしていますけれども、まあ、その中で少しずつですが、あの試合に向けて、まあ、プレーもコンディションも、まあ、意識も、いろいろ上がってきているので、まあ、楽しみではありますが、どうなるんだろうという他のチームもあることですから自分たちだけではないので、まあ、どうなるのかなというようなあの不安と、期待と、入り混じっています。まあ、プランを持ちながらいろんな、まあ、あの場面に多様性を持ってこうあのやっていかなくちゃいけないなっていうふうに考えてます。自分のプランはあの今ここでは喋れませんが、あの考えはある、スタッフと話しながらこういうふうに持っていこう、選手たちをこうやって、導いていこうというところを、考えていますが、まあ、プランのある中でプラン通りにいかないことの方が多いと思いますね。まあ、そんな中でどういうふうにそのプランを遂行、プラン遂行、その軸ぶれずにやっていくか、またそこからどういうふうにあの修正していくかということをそこまで考えていかないと、おそらく相当難しいシーズンだと思います。それはでも私だけではなくて、まあ、チームスタッフもそうですし他のチームも同じように、苦労されると思うので、あの大変な一年になると思います。とにかく福岡に入って感じているのはあの気持ちが熱い、まあ、人間が熱いっていうんですかね。まあ、あの福岡アビスパをアビスパ福岡を応援してくれるそういう期待感というのをものすごく感じるので、まあ、その期待を持ち続けてもらって我々は後押ししてもらうと、でその期待をしていただくことが選手たちに伝わって、それが選手たちの躍動につながるって思っているので、まあ、私に期待というよりはあの選手たちに期待してもらって、あの、まあ、煽ってもらうというか、応援すればするほど選手たちは走るというかね、いいプレーをしたくなるし、選手ってそういうものです。静かにしてると、さあやってみろになってしまうので、あの、大きな声で声援を届けてくれたら、だんだん、まあ段階的に、お客様もスタジアムにあの招きできるというね、状況になっていくと思いますけれども、スタジアム満員にして、最後、満員にしていいそのスタジアムでね、昇格を分かち合いたいっていうね、まあ、とにかく選手に期待してください。
まあ過去の話はいろいろ聞いたり、そこは尊重するべきことたくさんあると思うんですけれども、もう過去のことよりもこれからクラブがどういうふうに、まあ今アビスパスタイルということでクラブがアグレッシブに、戦っていくと、そういう、まあ、クラブのスタイルを育成まで一つ統一してやってるので、まあ、そういうところで言うとまず、トップチームがそれを、まあ、体現というんですかね、結果を残す内容と結果、まあ、そこで表現できたら一番いいと思いますし、まあ、それが大事になってくると思います。まあ、僕自身の、サッカーのスタイルとしてもそのアグレッシブに戦うというのはね、まあ、だから私が、今ここで監督をさせていただいているということもそこでイコールになっていると思います。まあ、とにかく、難しいシーズンになると思いますけれども、まあ、そんな中で、J1 自動昇格、まあ、その2チームに入れるように全力で戦います。ぜひ応援してください。よろしくお願いします。